落ち着いてますよ。はい、いつも白い T シャツの谷口さんです。3月8日金曜日です。今日で取材も最終日になりました。全体を振り返られていかがでしょうか。そうですね、この事業自体が始まったばかりということもあって、その最初のきっかけを撮影をさせていただいたわけですけども、やっぱりその大臣からそれからその今現場で働いている人それから患者さんの声を拾ってきたんですけども、やっぱり皆さんとにかく今危機的な状況のスワジランドを変えていきたいというそういう思いがすごく伝わってきましたよね。でないとやっぱり本当にこの将来10年20年後のスワジランドのことを思うと今取り組んでおかないと大変なことになるというなんかそういう危機感というのは本当に今回の取材を通してとても強く感じました。そうですね、実際このセルウェニという地方が今後、全国に展開していくモデルとなっていきます。本当にこの後妊産婦さん授乳中のお母さんだけではなく全員の方あるいはさらには全国へというふうにうまく広がっていくことを、願ってやめません。そうですね、それが多分2年後なのか私は分かりませんけども、皆さんに新しく変わったり、改善された状況をお伝えすることができるんじゃないかと思いますね。今回現地のスタッフのサポートが本当に大きくてですね、何度もいろんなスケジュールの変更あったんですけれども、2週間かけて予定していた取材をほぼ終えることができようとしています。もう少し夕方まで頑張りますけれども、奥野さん本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。